あの人と人とのつながり方ってすごく大事だっていうふうに思う方多いと思うんですよ。じゃあ人と人とが何をもってつながるとするのかってことに踏み込んで考えていくと多分私はね一つの見方としては自分がいいことだなとか素晴らしいなとかあこれは快適だなと思ったことを自分で止めずにねそれを次の方にバトンタッチしていくことだと思うんですよ。でそのバトンタッチがうまくいったら ご褒美がもらえるそれがお金だっていうそんな仕組みにも見えるんですよね、まあ、ですんで例えば「みんなの銀行」みたいなアプリがあるじゃないですかそれを試してみておこれ確かにいいなと思ったら自分で止めるんじゃなくってそれを一人でも多くの方に知らせようと思ってね毎日毎日いろんな角度でアプローチすることなんですよで私さっきねツイッターで「みんなの銀行」の今日撮った動画をやっぱりこう更新してみたらやっぱそっからエントリーあるわけですよね 本当普段ツイッターのでほとんど使ってないんですよ。でもそこにポンと投げたらフォロワーさんがやっぱツイッターの中ではあのご存知なかったんですよね。YouTube にはそこそこ拡散して、Facebook にもそこそこ拡散したんですけども、ツイッターには試したことなかったんですよ。でそういうふうにまだ知らせる方向があるんじゃないかなと思って知らせるとそこでまああの契約が起きるみたいな感じですよね。でその自分が感じたいいことってのを いろんな人にバトンタッチすることによってこの世界にいいことが広がっていくと思うんですよそういう情報がねでそれがお礼となって報酬になってくるのかなと思いますねおでお立ちのようにだからみんなの銀行みたいなアプリでもこれいいなと思っても知らせない人には全然ご褒美が入ってこないでしょうねそういった感じでいいこといいものを次の人に知らせるお伝えする情報提供するそれが人の繋がりなのかなと思うんですよ で受け取った人もあこれ確かにいいよねもしくは自分でもやってみてあ確かに儲かった1,000円1,500円入ったみたいな感じで共通認識を高めていくとそこにはその報酬の連鎖ができるのかなとだから人がつながるっていうのはお金だけではないんですけども一つの見方としてそこにお金っていうものがね介在することによって信頼関係がさらに強固になってで人のつながりができるのかなと思うんですけどもいかがでしょうかね。